のせ氏は、摂津国の封建領主。聖は源氏より密流を称する。のせ、のせ、のよ、のよ、のせなど、複数の表記が存在する。家紋は切れた毛やはず十字、獅子ぼたんなど。のせ氏は、摂津源氏の流れを汲む一族で、源のより密の原村国旗を祖とする。また、ただ源氏の総領源、より森の三男、高よりの光栄ともされる。 のせ地方は、源の三中以来の本拠地であるただに隣接する、ことから古来より源氏と関係の深い土地であったと考えられ、のせ市や地元の伝承などによると、源のより三の長子来国が最初に入部して開発したとされるが、現在のところ、来国とのせを関連づける、確かな資料は確認されておらず、のせ市の直接の祖とされる国旗は、 平安時代後期から末期にかけての人物である。なお、大田良は、摂津源氏は仮岡瀬であって、出自を古代の世軍領家の後営としている。高寄の子孫とする系図は、裏付けがなく、国旗の系統も、書伝や系譜が諸説あって明確ではない。鎌倉時代に入ると、国旗の公営は、鎌倉幕府の御家人となり、 アズマ研究6年3月10日上にある、将軍家東大寺供養に随行する兵に、野瀬法眼台とその同族、安防法眼台の名が見える。上級の乱では、摂津国主後大内惚信や同族の田田元綱の他機内の武士の多くが、強型に属して敗れているが、野瀬氏は、幕府型に属したとされる。南北朝時代には、北朝方に組みしたとされるが、 南朝方であった、ただ頼貞の系譜を引くとも伝え明確でない。兼務の申請で頼貞は、摂津国の瀬座との木代を務めた。足利高氏離反後には、南朝方に組みして、各地で転戦するが、美善国で自害し、その後、来中は高氏に組みしたとされる。室町時代には、幕府の方向集として、摂津の有力国人に成長するとともに、 摂津国主後細川氏の悲観となっている。応仁の乱では、細川勝本に属して、東軍として戦い、野瀬頼広とその子、雷光が討ち死にしている。戦国時代、野瀬の丸山城を本拠として、芥川山城や山城国の今里城なども、居城とするなど、その勢力を広げる。天正十年の本能寺の変では、野瀬頼次が、 明智光秀方に加勢するが、光秀滅亡後は、のせを追われ、先祖、ただよりにゆかりある、備前国内に潜伏したという。その後、のせは、島津氏の在京まかない領となった。豊臣秀吉の没後、来次は弟である当時の総金後院を介して、徳川家康に召し出され、慶長4年に加盟を再興する。関ヶ原の戦いでは家康に属して、 先行を立て、野瀬軍寺王三千国余りを与えられて、給料を回復を果たした。後に加増された結果、国高は五千三百国余りを数えた。一方、ただ行き相談においては、天正十二年の唐立根の宮合戦において、塩川氏に攻め込まれ、敗色の王公となった野瀬氏を立て直すため、来次が秀吉に面会後、 同天正12年12月13日地王城に帰乗したとされ、来次の動向には、相矛盾する不明な点が多い。清志氏の境内にあるの世家の墓地江戸時代の摂氏は、数日に分かれ、それぞれ旗本として存続した。の瀬本家は、地王神野を拠点として、四千国の交代寄り合いとして幕末に至った。また、幕末期には、 諸家を含め一族は14家を数え、総治行行は1万3000国を数えたとされる。現在、野瀬市の母大寺である、清市広史寺の境内に、一族の墓所がある。野瀬地方は、東部は、キリシタン大名の高山右近の影響もあって、キリスト教徒が多かったが、中部と西部は、新言宗の寺院が多かった。家康のキリスト教禁止と近い時期に、 来次は、のせ一体の神社仏閣を日蓮州に改修させているため、来次がキリシタンを弾圧したと勘違いされることも多いが、来次の領地は、新言宗の寺院が中心であったためこれは正しくは、ない。来次は、のせ妙見山を厚く信奉していたことから、領民に対する改修の教養も強引なものだったらしく、のせのイヤイヤホッケの言葉が伝わる。 東部では、隠れキりシタンも多くいたらしく、長崎地方をしのぐ、数の隠れキりシタンの遺物が発見されているが、中部と西部においては、そのような遺物は見られない。野瀬町の清進寺と大田区の池上本門寺に、墓所がある。反例、ありがとうございます。